はい、どうもこんにちは、スマでございます。1ヶ月に1回の、統合となりましてご無沙汰しておりますが、今回はね、ブレイキンについてまたね、ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただけたらと思います。で、今回なんですけども、皆さんね、ニュースで見られたかもしれないですけども、今回パリオリンピック2024年にブレイキンが採用されたんですけども、2028年にロサンゼルスオリンピックがありまして、なんと落選となりました。はい、これね、結構ね、まだ皆さん知られてない方もおられますし、まあね、そもそもそこまで興味がなかったって方もおられるかもしれないですけど、あのブレイキンがね、2024年にこう正式種目になってからはかなりね、盛り上がっていたかなと思っていたので、まあね、2028年も、継続してね、あの種目になったらいいなと思ってたんですけど、まあここでね、落選っていうのが発表されています。なんかその代わりにクリケットとか、ラクロスとかがね、正式種目になってますけど、このあたりね、もう100年ぶりとか、そんなぐらいのレベルで、オリンピック競技に復帰しているので、あのね、オリンピックも次100年後とかになったらね、どうなってんでしょうね。あの、まあ、僕もそもそも言ってないですけど、はい。まあ、そうね、そんなことを話したわけじゃないんですよ。このね、パリオリンピックに向けて、ね、こう、ブレイキンを始めましたっていう人とかね、今ブレイキンをやっていて、オリンピックを目指そうとしている人たち。で、僕もね、もちろん、あの、去年もですね、GTSF って呼ばれる、日本のね、ダンスのブレイキンの連盟の方で主催している大会にも出て、まあ、オリンピックの選考会にも出てきました。ね、あの、結果はね、マジで、あの、箸にも棒にもだったんですけど、地方大会ですら、あの、12人の枠の中で、ベスト8に入らないといけないんですけど、まあ、まさかのね、その4枠に、予選落ちの4枠に入っちゃうぐらいのレベルだったので、まあね、僕のことはさておきなんですけど、僕自身もそういうちょっとオリンピックを目指すというよりかは、そういうね、なんかこう、パリオリンピックに向けて、メディアがね、あの、かなり盛り上げていただいているところに対して、自分も出てみたいなと思って、まあ、挑戦をしていた次第です。そんな中で、まあね、この1年間で、わーっと盛り上がってって、ブレイキンってこう新種目だってなって、もうこういう人が、なんか逸材ですよ、みたいなね、あの子供から、まあちょっとね、あの、そういうオリンピックを目指してる方々っていうところがニュースで取り上げたりとかもして、すごい盛り上がってたんですけど、まあこのね、2028年に、まあ、そういったね、ロサンゼルスオリンピックがなくなったという形になりました。ただね、まだね、実は地方予選続いてて、僕もね、この後実はまた地方予選参加しようとしてるんですよね。でね、まだ僕がそのオリンピックの地方予選とかね、選考会に挑戦しようとしてた時には、まだね、ロサンゼルスオリンピックが、まあ、あるかないかっていうのは決まってなかったんですけど、まあ、具体的にそのロサンゼルスオリンピックはなくなりましたと。で、ただね、 GDSF の地方予選はまだこれからも続くわけなんで、果たしてね、何に対してこの挑戦していくかっていうゴールがなくなったわけですよ。もう今やね、キラーマシンみたいなもんです。もう本当に殺戮を楽しむみたいな。まあ、それとちょっとニュアンス違いますけど、要は、なんでしょうね、ゴールがオリンピックじゃなくなったんだけど、そういう大会は、まあ、開かれますよっていうことで、何をモチベーションに頑張ろうかなっていうところがね、ちょっとね、まあ、僕以外にもそうなってる人はもしかしたらいるかもしれません。で、ただね、まあ、僕なんかも今36なので、ね、4年後のロサンゼルスって言っても40歳なんですよね。40歳でね、オリンピックはなかなかもうきついですし、今のうちでもきついですけど、はい、まあ、僕のことは置いといて、やっぱりね、そのオリンピックに向けて頑張ろうとしてた人とか、オリンピックで今ね、このパリオリンピックっていうので、ニュースにもなって、あ、ブレイキンかっこいいなってなって、じゃオリンピックそれで目指したいって思ってる、まあ、子供たちとかね、そういう人たちが、その、まあ、路頭に迷うというかね、どうしていいんだろうっていうところになっちゃった気がするんですよね。これはまあ僕の取り越し苦労かもしれないですけど、やっぱりそういうふうに、なんでしょうね。自分の中で、ゴールがオリンピックって決めてたのに、正式種目じゃなりませんでしたってなった時に、このモチベーションどうするんだろうっていうふうに、まあ、なっちゃうのかなとも思ってます。まあね、とはいえですね、この、さっき、オリンピックの選考会に、まあ、相当する、まあ、日本のそのブロック予選と呼ばれている地方予選だったりとか、全日本選手権とか、これはね、継続して行われるみたいなんですよ。でね、これね、なんでかっていうと、まあ、これね、オリンピックに関わらず、一応ね、このね、オリンピックの、まあ、そのブロック選手権とか、全日本選手権で、まあね、こう、いろいろ得点を取っていって、まあ、日本のランキングみたいなのがあるんですけど、その上位になると、まあ、これまでもやってたんですけど、まあ、強化選手として、全日本の強化選手として、まあ、合宿に参加できたりとか、あとは、まあ、世界大会、
の中でも、その日本の代表選手として、まあ、出場ができるっていう権利はもらえるみたいなんですね。なので、まあ、このね、取り組みっていうところが無駄にはならないっていうところは一つあるかなと思ってます。で、とはいえね、やっぱりその、これまでオリンピックの、その選考会だとか、まあ、オリンピック目指してる人たちは、ちょっとね、普段のそのブレイキン、ブレイクダンスとして、まあ、これまでその野良と言いますか、ストリートで本当にやってきた人たちと比べると、少しね、道としては違う道を歩んできてるのかなというふうに思っていて、そういうストリートダンスとかでいうところの、まあ、なんでしょうね、まあ、ジャッジ、ダンスバトルでいうジャッジだったりとか、そういう採点基準も違いますし、オリンピックの方が、どちらかというと、まあ、これまでそのブレイキンを構成しているいろんな要素を、まあ、やらなきゃいけないっていうふうになってましたけど、そこがね、そのオリンピックが今なくなったことによって、もちろんね、全日本選手権とかいろいろありますよ。ありますけど、その目標が、まあ、変わってやるってなった時に、そもそもね、ちょっとルールというか、自分がやれることっていうところが、ちょっと変わってくる気がするんですよね。ね、これね、何を意味してるかっていうと、要はこれまでその選手権とかね、オリンピックに関わる大会だったら、勝ててた、まあ、子供たちとか、普通の人でもそうなんですけど、勝ててた子たちが、実はその通常のストリートダンスでいうブレイキン、ブレイクダンスで勝てないっていうことも、まあ、往々にして起きるというのも、まあ、あり得ることになるんですね。で、それが、例えば、負けが続いていくと、なんで自分って勝てないくなったんだろうみたいな。オリンピックの選考会では勝ててたのに、そのストリートダンスの方で勝てなくなったんだろうっていう、まあ、悩みとかも生まれてですね。まあ、最悪の場合はやっぱりね、ダンスが楽しくないとか、そういうところに至ってしまうケースもあるんじゃないかなと思ってます。これまでだとね、オリンピックがあるから、次はロサンゼルスのオリンピックに向けて自分は頑張っていくんだっていうふうにできたかもしれないですけど、まあそれがね、今道がなくなったので、まあ、今後復活するにしても、それまではね、こう、路頭に迷ってしまう可能性も出てきたという形になるんです。でね、ただね、やっぱりね、僕がお伝えしたいのは、何でしょう。もう、ダンスって、僕もそう、今18年ぐらいやってますけど、やっぱりね、一度ハマったら、もうね、そのね、こう魅力に取り憑かれさえすれば、こうね、どんなところでもできますし、さっきの言ったそのダンスバトルとかに限らず、ダンスのショーだったりとか、まあサークルの中で踊るとかね、サイファーで踊るとか、そういったね、いろんな楽しみ方ってあるんですよね。もちろんその音楽を聴いて踊るだけでもブレイキンだと思いますし、なので、その今のオリンピックがなくなったってことによって、その気を落としたりとか、もうゴールがなくなったと思わずに、そのね、ブレイキン自体の魅力って何なのかっていうのを、まあ一人一人がね、考えてやっていくっていうことで、もっとね、その自分自身が楽しめるダンスに変わってくると思うので、まあ、そこはね、ぜひね、皆さん考えてみてほしいかなと思います。僕はさっき18年ぐらい、まあ、ブレイキンやってるって言いましたけど、やっぱりね、そのオリンピックがなかったりとか、まあ、もっと言うと、その今ね、今の子らってもうオールラウンダーでパワーとかスキルとかフットワークとかトップロック全部できるじゃないですか。うまくできると思うんですけど、そんな時代じゃなくて、本当にパワームーバーはみんなヘルメットをリュックに背負って、で、バトル中に被るとか。で、スタイラーの人はもう本当にアディダスのジャージで、で、なんかこう、いろいろ帽子とかつけてね、かっこよく踊るみたいな、そういうスタイルとパワーで分かれてる時代とかもあったので、なんかそういう時からやってるから、なんて言うしょうね、そのさっき言ったダンスの楽しさとか、自分たちで楽しむっていう楽しみを知ってるんですよね。なので、まあ今にだってもやめないというふうになってるんですけど、やっぱりね、そういうオリンピックを目指したりとか、このオリンピックに向けて頑張ってきた子たちっていうのも、そういうところにね、気づくことができれば、少なからずとも今後も続けていくことができると思いますし、またね、違った楽しみと生まれてくると思うので、ぜひね、そういったところもね、まあ、大人の人たちに聞いてくださいってわけじゃないですけど、まあ、いろんなそういうダンスの会場とかに行って、まあ、いろんな楽しみをね、見つけるっていうのも大事かなというふうに思います。ちょっとね、散々くっちゃべりましたけど、何が言いたいかっていうと、まあ、オリンピックなくても、ダンス楽しもうやというところがね、お伝えできたらなと思います。僕自身もね、別にまあ、オリンピック目指せる立場でもなかったですけど、まあね、頑張って楽しんでましたし、なんかね、そういったところで一つ盛り上がれるものがあったので、生粋のお祭り男が発動しまして、なんかそういうところにも顔を出したいなと思って、全然ね、そのオリンピックを目指せるスタイルと真逆のところにいてましたけど、まあ、頑張って、やることができましたし、まだね、今後もさっき言ったみたいに予選会にも参加していくので、なので、ぜひね、皆さんもいろいろ楽しみ方を見つけて頑張っていただけたらというふうに思います。
ということでね、ロサンゼルスオリンピックをまず話すよりも、パリオリンピックを話した方が良かったんですけど、あれ2024年にパリオリンピックございますし、シゲキック選手が、内定取ってますので、あと他のね、日本代表選手っていうところも、ランクとかでね、よって、内定することもありますので、ぜひね、応援していけたらなというふうに思います。僕もね、まず地方ブロック頑張って、キラーマシンにならないように頑張っていきたいと思います。では、動画終わりになります。ありがとうございました。あさっす。